はい、静かに。非常勤講師の望月凛だ。今日は知っているだけで人生が大きく変わる言葉を5つ紹介していく。それでは早速授業を始めていきます。一つ目の言葉は、沈黙は金、雄弁は銀だ。これはイギリスの思想家トーマス・カーライルの言葉だ。沈黙は金？どういう意味ですか？ふむ、何かを話したり喋ったり主張することは大事だが、何も言わずにただ黙っていることはもっと大事だということだ。ただ黙ることがですか？ああ、学校や会社、SNS で変な人に絡まれるとつい言い返したくなったり、相手を論破したくなることがあるだろう。はい。だが言い返したり言い訳をしても時間とエネルギーの無駄遣いだ。そもそも争いは同じレベルの者同士でしか発生しない。実際に偉大な経営者や有名人というのは皆あまり喋らないことが多い。確かに。 SNS をやっていても無駄な発言を控えて沈黙している。なぜならその方が得だからだ。セールスも同じだ。お客さんにたくさん喋らせて自分は聞く側に回るのが交渉ごとを有利に運ぶコツだ。実際にやってみればわかるが、沈黙するのは話すよりはるかに難しい。だからこそ効果がある。なるほど。何も言わないか、簡単そうに見えて難しいな。つい言い返したくなったり話しすぎてしまいそうになったりした時は思い出してほしい。沈黙は金、雄弁は銀という言葉を。二つ目は、君が一人の時誰もができなかったことを成し遂げるだ。これはあのビートルズのジョン・レノンの言葉だ。ジョン・レノンか。よく。今はいつどこにいても友達と LINE ができるし、生放送をやっている人たちとチャットで話せるし、 SNS で簡単に交流することもできる。はい。そのおかげで孤独を感じることが少なくなったと思う。これはとてもいいことだ。だが人間は一人でなければ集中して勉強をすることもできないし、物事を深く考えることもできない。絵を描くことも文章を書くこともできない。つまり人間というのは一人の時に最もクリエイティブになることができるんだ。なるほど。例えばノーベル文学賞を受賞した川端康成は子供時代をほとんど一人で過ごしていた。え、そうなんですか？ああ、2歳で父親を、その翌年には母を亡くして祖父母に預けられたが、15歳の時祖父母が亡くなり、彼は完全に一人ぼっちになってしまったんだ。15歳で一人か。おい、それはきついな。川端康成はその孤独を埋めるようにとにかく小説を書いた。書いて書いて書き続けて、そして伝説的な文豪になったんだ。なるほど。イギリスの歴史家エドワード・ギボンも孤独は天才の学校であると言っている。天才の学校か。ああ、孤独というのは不快なものだ。誰だって孤独は辛い。だからこそ何とかして人間は孤独を感じないようにするために没頭できるものを探すんだ。そして異常なほど努力をする。その結果として素晴らしい能力を授かるというわけだ。なるほど。孤独を何かで埋めようとするのか。ああ、もし君たちが何らかの理由で孤独を経験しているのであれば、こんなにラッキーなことはない。もちろんみんなと一緒にワイワイやることを否定するつもりはない。だが君が何かを成し遂げたいのなら、一人になって一歩を踏み出すべきだということは知っておいてほしい。3つ目は、アメリカの起業家ジム・ローンが残した、あなたの周りの5人の平均があなたであるだ。聞いたことあるな。これは非常に有名な言葉なので知っている人も多いと思う。君たちの年収や学歴、性格、考え方は周りの5人の平均に近づいていくというものだ。なるほど。つまり東大生の周りには東大生が多いし、オタクの周りにはオタクが多いし、お金持ちの周りにはお金持ちが多いというわけだな。言われてみればそうかも。そうだろう。東大生と不良は仲良くなれないし、ギャルとお嬢様もやっぱり仲良くなれない。人と人はどこか根本が似てるから付き合えるんだ。それに自分と似ている人の方が一緒にいて楽だしな。逆にもし今の自分を変えたければ、友達を変えてみるというのが一番手っ取り早いということだ。友達を変えるか。ああ、少し残酷だがな。どうしても考え方というのは伝染してしまうからな。先生、僕の周りには一緒にいたいと思えるような人がいないんですけど。ナイス質問だ。その場合はさっきも言ったが、一人になることをおすすめする。一人？ああ、一人になって自分のなりたいものになろうと努力していれば、必ず同じような志の人間が近寄ってくる。東大に行くための勉強を必死でやっていれば、必ず東大に行くために切磋琢磨する人間が寄ってくるってことだ。その中から自分が友達になりたいと思う人を選べばいい。なるほど。
4つ目は自分のことをこの世の誰とも比べてはいけない、それは自分自身を侮辱する行為だ。だ、これはビル・ゲイツの残した名言だ。比べるか。ああ、最も簡単に早く自分を不幸にする方法があるとしたら、それは他人と比べることだ。信じられないなら今すぐ自分よりも稼ぎのいい友達や後輩、イケメンの芸能人を思い浮かべて自分の人生をそっと横に並べて比べてみるんだ。ああ不幸だ、自分はなんて不幸なんだろう。自分より年下でイケメンで出世しているあいつと比べて、一体自分は今まで何をしていたんだろう。ああもう消えてしまいたい、そんな感じになるだろう。はい、なりますね。今はインスタグラム、ツイッター、YouTube などで自分よりすごい人を見ることができる。 TikTok とかもう美女だらけだし、おまけに親はあの家の子は大企業に就職したんだって羨ましいとか言ってくる。あるな。私たちはついつい他人と比べてしまう生き物だ。確かに。だがそんなことを気にしていると一歩前に進むのも嫌になってくる。はい。だから他人よりも昨日の自分と比べてどう進化したのかを考えた方が有意義だ。昨日の自分より今日の自分が1ミリでも良くなっていればそれでいい。今の自分が大嫌いならこれからどんどんレベルを上げていけばいい。レベルは低い方が上げがいがあるしな。そっちの方が人生は楽しいぞ。最後は同じことを繰り返しながら違う結果を望むこと、それを狂気という。だ、これはアインシュタインの言葉だ。これはハッとさせられるな。なんかいいことないかなとか、面白いことないかなとか、最近つまらないなとか思うことが誰にでもあるだろう。あるな。そう思っている時は何もやっていないのに違う結果を求めている時だ。当たり前だが、今までとは違う結果を出したければいつもとは違う行動をする必要がある。分かっているんですけど、やっぱりミスするのが怖いんですよね。行動すると失敗はつきものなので。分かる、誰でもそうだ。だからアインシュタインはこうも言っている。失敗したことのない人間というのは挑戦をしたことのない人間であると。おお、やっぱり失敗しても行動するべきなんですね。まあ何も始められないのが一番の失敗だからな。ほら、ゲームでも行動しないとタイムアップでゲームオーバーだよ。確かに。ちなみに先生、いい失敗と悪い失敗って何かあるんですか？あるぞ。いい失敗がしたければ目いっぱいやりきって失敗することだ。何？全力で失敗しないと学ぶことも少ないからな。これもゲームと同じだ。全力でやるから面白いし、失敗したら悔しくて次はもっと上手くなろうとする。適当にゲームして失敗しても何も学ばないよ。確かに。ということで今日の授業のまとめだ。沈黙は金、雄弁は銀。君が一人の時、誰もができなかったことを成し遂げる。あなたの周りの5人の平均があなたである。自分のことをこの世の誰とも比べてはいけない。同じことを繰り返しながら違う結果を望むこと、それを狂気という。だな。どうだっただろうか。たった一つの言葉だが、深く理解することができれば人生を改めることができる。今回の名言を心に刻んで人生を楽しく歩んでいってもらえばと思う。今日の授業は終了だ。分かったことや気づいたことはレポートとしてコメントを提出するように。はーい、ありがとうございます。今日の授業は終わり。また来てね。